ケンさん。どうしますか。来ましたよ。テンションが高い。バレンタインデーに。何チョコをもらったの。もらいましたよ、バレンタインデーに。俺も何ももらってないですけど。いや、こんなにめっちゃいいなと思ったのが、なんと、はい、あの、はい、あの、中井梨花ちゃんがツイッター始めました。うわ来たよ、やっと。マジか。そうだよね。まだ始めてなかったんだもんね。そうなんですよ。おぎゅうかはやってたんですけどね。梨花ちゃんが、ツイッター始めたということで、これはもうバレンタインデーだろうと。はい、ちょうどバレンタインデーの日に始めたと。そうっすね。なんてこうサプライズ。いや、あのね、本物かどうかちょっと疑ったんだけど、インスタのストーリーに上がってたんで、これは本物だろうと。そうだね、さすがにそこに上がったらね。うん、これで、よりリカちゃんが炎上する確率が上がったというね、感じはあるけども。そうっすね。でも、まあ、うちらとしては嬉しい、ね。そうっすね。俺的にもインスタよりツイッターの方がやるから、よく見るのはやっぱツイッターなんですよね。はいはいはい。なんでちょっとそういうね、こう、あれからしてもすごい嬉しいな。そうだね。うん。見る機会がまた増えそうですよね。そうっすね。普段でさえ情報収集とかでめっちゃツイッター見るのに、より見なきゃいけなくなったなと思って。こうね、他の記事見てるとき立ち止まっちゃうね、ついついね。そうっすね。スクロール。毎回毎回リカちゃんので止めなきゃいけないんで、ね。スクロールが大変になっちゃいますけど。そうっすね。コメント必須で、ちょっと頑張りたいなと思いますけど。動画撮り始めたらさ、俺何の動画撮ろうかと思って、一応カメラ回したんだけど、急にテンション待っちゃう方はびっくりしちゃって、何かと思ったわ。いや、来たなと思って、ちょっとね。いても立ってもいられなかったですね。そうかそうか、だからテンション高かったんだ。そうですね。了解です。まあでもこれから楽しみにね、あの、まあそうね、多分おそらくだけど徐々に他のメンバーもやってくるんじゃないかなって気がするんで、この前チームメイトもツイッター始めたりして。おー、そうかそうか。なのでね、ちょっと楽しみなんですよね。そうですね。今日はじゃあ、今日というかバレンタインの日にツイッター始めたと。もうね、あのアップされてすぐ流れてきて、あれ、リカちゃんいると思って、もう早速フォローしたんだけど、早い、偽物かどうか確認してからフォローしたいなと思って。あ、そうか。まずインスタ見に行って。そうね。っていうね、その徹底ぶりでちょっと本物っていうことが分かったんで、はい、ちょっとフォローしました。はい。じゃあ今日はまさかのね、そんな動画になりました。そうですね、まあバレンタインデーということで、はい、まあチョコじゃないけどね、うん、まあツイッター始めたよっていうので、そうですね。ファンからしたらいいプレゼントになった。はい。俺直接当てではないけど、俺にも嬉しいプレゼントですね、そうですね。そうですね。ポジティブ、まあ、ポジティブ。早くあやかにもね。そうですね。うん、そしたらもうバレンタインじゃなくても俺嬉しい。そうですね、いつでも嬉しいです。楽しみにしてます。はい。はい。終わります。そんな感じで終わります。